竹内おのれよしおは、日本のフィギュアスケート選手。パートナーは、金子栄子。アイスダンスのフィギュアスケート審判員。1957年から1964年まで、全日本選手権アイスダンス8連覇。1962年世界フィギュアスケート選手権で17位。息子には、フィギュアスケート選手の竹内光明、竹内義明がいる。明治大学卒業。 1954年、全日本ジュニア選手権男子シングルに出場し、大橋和夫についで2位となる。1957年、金子栄子とカップルを組み全日本選手権に出場し、優勝。アイスダンスの初代全日本チャンピオンとなる。その後、1964年まで全日本選手権で、8連覇を達成する。1962年の世界。 フィギュアスケート選手権には日本人として初めて同大会のアイスダンスに出場し17位となった。引退後日本スケート連盟強化部長を務め1972年の札幌オリンピック日本選手団監督1976年のインスブルックオリンピック日本選手団監督1980年のレイクプラシュトオリンピック 日本選手団コーチなどを歴任した。日本体育協会編集、71日本アマチュアスポーツ年間 P41 参照同窓会法ナンバー52平成25年7月1日、P24ISU コミュニケーションナン、no. バー 1125P20。ありがとうございます。